A4 用紙1枚からこのように深みのある箱を折っていきます。 A4 用紙1枚用意します。裏になる方を上にして縦長に置き、のりしろになる部分を折ります。こちらは底になりますので深めにのりしろを取ってください。だいたい2センチぐらいです。しっかりと折り筋をつけてください。そしてこのまま半分に折ります。そしてまたさらに半分折ります。反対側も半分に折ります。一度広げ、今つけた折り筋を反対側に折り、しっかりと折り筋をつけてください。で、一度広げます。表にない方を上に置き、のりしろを右側に置きます。そしてこれを、この部分を折り筋と折り筋を合わせ、このように折ります。合わせて少しだけこのように折り筋をつけてください。そして裏になる方を上に置き、この辺と今つけた折り筋を合わせます。ここもキュッと折ってください。そしてこのまま今度は表になる方を上に置き、この折ったところを目安にこのように折ります。ここが、今折ったここの辺が一番下に来るようにしてください。一番下を合わせたら、これを戻し、今度はここの端を合わせてからスッと折ってください。これもしっかり折り筋をつけてください。そして開いて裏になる方を上にし、のりしろを左側になるように置きます。で、次からですが、折り筋をたくさんつけていきます。動画をよく見て同じように折ってください。ここの角を爪で合わし、この筋とこの筋が合うように折ります。よく見ていてください。この筋とこの下の筋が重なるようにください。この時、この角が
ちゃんと折れているか。これちょっと折れてないので、もう少しずらします。ここがちゃんと折れているか確認をして、この筋と下の筋を重なるようにして、ここの右のところから斜めにスッと折り筋をつけてください。一度開きます。次はここになります。同じようにここの角がちゃんと折れるように爪で印をつけ、この筋と下の筋が合うように重ね、スッと折ります。一度開いて、ここの角がちゃんと折れているか確認してください。そして、スッと折ります。この折り筋をつけていく作業が、完成の仕上が、綺麗な仕上がりに影響を与えますので、しっかりと折ってください。次はここになります。角を押さえ、次は、この線とこの線が合うように折ります。この線と下の線が重なるように置き、この、ここからここまでをスッと折り、しっかりと折り筋をつけてください。そして次は、この糊代の部分なんですけども、こことここが合うように折ります。この角をずれないように、ちゃんと印をつけてから、これとこの筋とこの筋が合うように、ギュッと折ってください。そして、ここの筋を目安に一度こう折り、左側のこの辺とここの辺が合うように、このように、筋をつけてください。そして次は、ここの角がちゃんと折れるように爪で押さえながら、この線とこの線が合うように折ります。次はここを押さえ、この線とこの線が合うように折ります。次はここを押さえ、この線とこの線が合うように折ります。で、次は、こう同じように折りたいんですけど、目安の線が見えなくなってしまうので、折る方向を変えます。こちらの線とこの線を合わせます。この線と下の線が合うように重ね、この斜めをスッと折ります。そして、この線、斜めの線に合わせ、このようにし、この辺とこの辺が合うように、このように折ります。そして、次は、ここの重なったところを目安に、このように折っていきます。このバッテンの部分のこの中心の重なった交差した部分の点を目安にこのように印で
ていき、この端を合わせるように合わせて、ここの線もちゃんと重なっているか確認をしながら、このように折ってください。一度広げます。次は、模様のある表の方を上にし、ここに四角がこうあるんですけども、ここのように折っていきます。このように折ります。ここの辺とここの辺が合うように折ります。次は、この辺とこの辺が合うように、このように合わせて、ここからここまでスッと折り筋をつけます。次は、この四角です。この辺とこの辺を合わせます。合わせて、ここだけ、スッと折ります。ここだけです。次は、この四角です。この辺とこの辺を合わせます。そして、ここからここまで、スッと、つけると、折り筋がついています。裏面を、裏になる方を上にします。今、折り目をたくさんつけた方が上になるように置き、この下の辺と、この辺に合うように折ります。このように折ります。しっかり折り筋つけてください。そしてこのまま裏に折り筋がついていますので、裏の折り筋にと同じように折っていきます。この折ったとこを一度広げ、今度はここは折り筋が何もついていませんが、裏には折り筋がたくさんこういう感じでついています。これも折り筋を目安に2枚重ねながら、まずここの斜めをこのように折っていきます。次はここです。こういう感じで折っていきます。ここの部分だけを折っていきます。紙の向きをこのように変えながら折っていくと折りやすいかと思います。片方、利き手にもよると思うんですけども、片方の手で2枚一緒に押さえ、もう片方の手でこの筋をこのように折っていくと折りやすいと思います。折り筋に合わせ紙の向きも変えていくといいと思います。そうすると、こちら側にも折り筋が、このようにつきました。組み立てていきます。ここの縦を山折りにし、この斜めを谷折りにして、重ねていきます。こうです。そして、この
斜めを谷折りにしてこのように重ねます。そしてまた同じくこの斜めを谷折りにしてこのように重ねます。最後もこの斜めを谷折りにしてこのように重ねます。まあ、中はこの裏の面が上に出てきていまして、のりしろも外に出てきてしまっています。のりしろの処理をします。この最後の面をこの中へ入れます。そして一番上に重ねます。そうすると中はここの三角を除いて全て表目になります。そしてこののりしろのこの上の部分とこの下の部分全体にのりをつけ、この右側の中に入れていき、ずれないようにきちっと線を合わせて押さえていってください。そして中ですけども、この三角の部分をこのように折り曲げてのり付けをすると、すべて柄の面になります。ちょっと暗くて見にくいのですが、実際に折るとわかります。今はこうなっています。ここが裏面になっているので、これをこちらへ倒してのり付けします。この三角の部分のり付けをして、のり付けをします。この三角の部分です。そして形を整えます。こういう形です。以前に作った蓋と合わせて、このように蓋と合わすこともできます。結構深さがあります。深さのある箱の折り方の説明を終わります。